はい、どうもこんにちは。 N スタジオのリュウです。仮面ライダーメモリーオブヒーローズ、続きやっていきます。キリコ倒して、キリコっていうのはナスカ銅板とを倒したとこからスタートです。アクション。はい、これはゲスト ID データにアクセス。アイダ博士の ID を見つけました。アイダ博士の ID は事故の1週間前に登録されていますね。 ID クラスは最上位の VIP です。1週間前、ずいぶん早くから来たんだな。しかも VIP。 滞在中車に乗っていた記録があります。その車は今も地下駐車場にあるようですね。車か。カーナビを調べれば博士がどこに行ったかわかるかもしれない。よし、次はその車を渡ろう。飛んでくれた。この辺りだ。まだ燃え続けてやがるな。電電線。やれやれ。翔太郎の身長には当てになりそうもないけど。とりあえず先に進めたしようか。一言多いんだよ。ヒートジョーカーの力で炎の先に進もう。行くぜ。ヒートジョーカー。耐熱の能力がないとこの先には進めません。攻撃ボタンに横を向けて、フォームチェンジを攻撃ボタンで決定すると、フォームチェンジと同時に攻撃ができる。へえ。チェンジアタックという専用の強力な攻撃を繰り出すこともできる。チェンジアタックを試してみよう。フォームチェンジするときに丸ボタンで決定だ。 OK。 こういうこと。そういうことね。危ねえな。前ね、オッケー。これがヒートの力だ。パッパー。どうだ。この先だね。回復がある。オッケー。あいつはマグマドーパント。はい。このドーパントの反応に気づけなかったのかい。すみません、まさかこんな敵の反応だったとは。早く倒さねえと何も隠されちまうぜ。行くぞ。ヘイヘイ、ワンツーワンツー。
どうだ。最後のホームチェンジ意味なかった。まだ炎が残ってやがる。早くアイダ博士の車を探さねえとな。こっちでいいのかな。他には何かないか。何もない。何もなさげだね。行きます。さらに下。なんかいる。おっと。はいはい。OK。ああ、せめず。やろう。の ID を確認。この車で間違いありません。ナビゲーション情報にアクセス。滞在期間中から2。こうしてまた家族が揃う時が来るとは実に喜ばしい。私も同じ気持ちだわ、お父様。ねえ、お父様。この島には今、仮面ライダーダブルもいると聞いたわ。ああ、私も聞いているよ。ライトとそのお友達も招いて、パーティーと行きたいところだね。家族でお楽しみのところ、失礼するよ。おお、わざわざ出向いてくるなんて珍しい。あなた方の様子を見に来たのだ。調子はいかが。すこも調子がいい。それはよかった。家族とも楽しんでいるようだ。さて、それで君はそんなことを言うためだけに私たちのところに来たの。さすがに鋭いですな。今この島で仮面ライダーが暴れ回っている。このままでは計画に支障が出そうでね。排除するためにあなた方の力を借りたい。なるほど。ちょうど彼らをパーティーに招こうと話していたところだよ。蘇ったからには何としても園崎家の悲願であるガイアインパクトを起こさなくてはならない。そのためにライトの協力も得たいところなのだね。なるほど。あのガイアインパクト、それは実に素晴らしい。
良い結果を期待していますよ。何してるんだあいつら。あのケースの中から翔太郎さんのガイアメモリと似た反応が出ています。なんだと、奪われてたまるか。行くぞ。ぜぜやっぱりそのだけで復活してたじゃん。どんどん行くぜ。エラー、タブー、クレイドール全員いたじゃん。止められるものなら止めてみな。ヘイ、どうだ、何のメモリかな。メタルメモリー。順調にメモリを手に入れたぜ。これも愛のおかげ。そっちに行くしかねえな。メタルメモリーによる鋼の力を利用する。メタル系フォームにチェンジすることができる。ヒートメモリーとメンタルメモリーを組み合わせたヒートメタルはヒートの熱とメタルシャフトの広範囲攻撃で破壊力抜群。攻撃と防御を兼ね備えた強力なフォーム。使いどころ、炎の力を利用しヒートメタルの攻撃が敵のアーマー攻撃で効果でき、メタルシャフトを回転させて敵の銃弾を弾き返せる。へぇ、シャフトカード、炎弾射出。へぇ、サイクロンメモリとメタルメモリの組み合わせ。シャフトガード、へぇ、使いどころはメタルシャフトを回転させて敵の陣、はぁ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 。メタル！ヒートメタルは強いよ。範囲広いな。はいはいはい、サイクロン、あった、サイクロンメタル。はい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 、範囲広いね。やっぱヒートメタルかな。メタル。オッケー。どうだ。あそこか。よし、回復とセーブも済んだからちょっと進もうか。翔太郎さん、フィリップさん、お二人に報告があります。この通路の先に大きな敵反応を発見しました。なんだ、またかよ。反応が大きいってことは強敵ってわけだな。はい、それとその敵は高いセキュリティレベルを持っています。その敵を倒せばこのセクターのセキュリティレベルは一気に低下します。セキュリティレベルが一気に低下か。
ようやくこの市街セクターが解放できて他のセクターに進めるというわけだね。その通りです。そういうことなら行くしかねえな。フィリップ、それでいいか？もちろんさ。僕も早くこの島について知りたいところだよ。よし、わかった。はい、その時までの案内を頼む。了解しました。それでは案内を開始します。一旦サイクロンジョーカーで行こうかな。なあフィリップ、こいつは。もちろんミックじゃなかった。僕にはわかる。そうか、そいつは良かったぜ。でも強さは確かに以前戦ったスミロドンと同等だった。誰かが復活させているってことか。とにかく先に進んで謎を確かめるしかねえか。ああ、僕たちの手で謎を解明しよう。セキュリティレベルの低下を確認。市街セクターが解放されました。そしてこの島にはあと9つのセクターがあります。この調子で頑張っていきましょう。やれやれ、これだけやってやっと一つか。このすぐ先には浄水セクターのゲートがあります。アイダ博士が言ったもう一つのセクターだ。よし、じゃあ先にそっちに行ってみるか。セクター解放。各セクターのセキュリティレベルはある程度まで低下するとセクターの解放可能になる。すべてのセクターが解放したとき、すべての謎が解けるだろう。解放の後、セクター解放後はゲートが解放され隣セクターへの移動が可能となる。新たな物語が仮面ライダーたちを待っている。はい、というわけで今回の動画はここまでにしようかなと思います。ミックも出てきて、やっぱりその先家復活ってことは、ダブルでの最後はやっぱあれかな、お父様と戦うのかな。いや、お父様と戦うのは強いんだよ確かテラーは。え、そうだね、確かテラードーパントだな。さあ頑張って進めようと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。